ヤメルっていうのはこれなんかアップにできたりする画像。やめるは、いや、画像はアップはできないかな。そのサイズ感かな。っていうか、このパッケージの人は知ってるかも。あれ？なんでだ？そんなはずはないんだけどな。ちょっと待って、待って、これ、ちょっと待って、説明文でちょっと今確信を得てしまったんやけど、あれ？ちょっと待って、嘘やろ。全然わかんないな。あ、ちょうど。邪魔すんじゃなかって。はいよ。何が欲しい？その先がわからんのんだよな、廃用の先が。みんなわからんのかな？いや、この後は多分こっちが言うやつやからね。ちょいちょいみたいな。チンピラが町の旅館の飲食店入ってきて、邪魔すんで、邪魔すんでたら帰って、はいよって、ちょ待てよらーって感じで始まるやつやね。グランド的な花月ね。そう。もうね、タバコ買ってく？いや、俺ね、初めて来たのよ。詳しい？タバどうコ。いう感じ？夢の世界のタバコ詳しい？全然。全種類知ってるかも。全種類知ってる？割と。クイズ出されても答えられるかもしれこの灰皿見たら面白いかも。心の目で。ない。心の目。北斗七星。星が蛾7は個な感じだね。セッタね。これパッケージ、こだわってるね。カンワース、これピースか。街中どないな感じ？ヤメルっていうのはこれなんかアップにできたりする画像。やめるは、いや、画像はアップはできないかな。そのサイズ感かな。あていうか、このパッケージの人は知ってるかも。れ？なんでだ？そんなはずはないんだけどな。ちょっと待って、待って、これ、ちょっと待って、説明文でちょっと今確信を得てしまったんやけど、あれ？ちょっと待って、嘘やろ。全然わかんないな。いや、でも元ネタのタバコは分からんかもな。ちなこみれ、に2人目です。それで爆笑してるの。もう一人誰だった？ソス。奥 があるんやね。これはとりあえずもらいたいな、一旦。おお、それね、店長の一押しなんだよ。そうなんわや。かる人ぞわかるみたいな。ちょっと貫通して申し訳ないけど、友達やから。何の話なんだ、大体。貫全通して然悪いわけかどらなね。いな。ほえー、でも結構 ちょっとマイナー寄りのラインナップやね。もう、分かる人にだけ分かればいいみたいな感じっぽいね。こっ他にち、もあんの？ここはおすすめと、新商品。ここの葉巻のちょっと上。ゴールドマスター系。これ高いやつじゃない？トレジャラなんちゃらなんちゃら黒黒黒みめっちゃ高そう、これ。たいな。4000円ぐらい日本だとするらしいね。やっぱそうだよね。で、こっちは、まあ、ライト層向け。お菓子とか、店でのかお菓子。女性、あと、タバコ、初心者の人とか。ピアあるやん。バージニアもピアニッシモもここにあるやん。すごいな。ほんまにちょっとええコンビニぐらいのタバコの在庫やな、これ。ここ滋賀か、これ。上5つ。新すごい、す種、ごい。おととい入ったやつだね。通常の丸面と、うわ、ちょっと待って、枚線あるやん。メビウスじゃないんだ。ミジンコセブン。2000って言ったらいいんか、これは。もうガチガチのメビウスもあるよ。ギャルピースって論ピか。なるほどな。そう。ギャルピ。ギャルピ。あとまだ、はまあちょっと、あえてちょっと選択肢を狭めて選びやすくしてるから、あとはなるほど、これがおすすめですよっつってサンプル置いてるんや。メニュー表、ツイックスの足のツイートのメニュー表を見ると、なんかめっちゃ詳しいんだったら、もう名前だけでももしかしたらわかるかも。名称だけか、これは。さっきのになかったやつ見てみるか。ゴメルってのはキャメルとか、ごめん。そう。スワップ。スワップ分からんこれな。はフェイスモリス？ FPS やったらちょっとわからんかもな。FPS 用語のスワップに近い何かってことか。まあ、赤やね、赤。ラークか。なるほどな。ほぐした赤スワップか。そう、ほぐした赤スワップ。シーソーの赤い部分。
ランククラシックってなるか。これもラークか。ジンクスのハイライト。ハイレートか。ハイレートってメンソールとそうじゃないやつと両方あるの？うん。これ、モーリのおっちゃんが好きやったからな。あ、そうなんや。ハイライト、ハイレートは青い方ですけどね、メンソールじゃない。あ、初めて知った。店長あ、さっきのゴールドマスター50万もする。こんなにさ、文字だけで分かる人、多分、いないんじゃねって言ってたよ、店長。相当話し合うと思うよ。川上っていう店長なんだけど。おたことないけど、カレー屋の人よね、確かね。カレー屋とメカニックやね。メカニックもやってんだ。どこでやってる人？エーツ。あ、エーツ人増えたんだ。うん。話してみたら。あ、行ってみようかな。ここいるかな。なんかやってんのかな。ちょっと電話してみようか。さすがにこれは電話案件。ムーブマイルド、ムーブって何やろ、ムーブマイルド何やろ、O2 つからヒントかこれ、うん、クールか、うん、いやーメンソール吸ってた頃はクールの方が30円安かったからこっちばっか吸ってたでハイライトメンソール、麦ロボ、ブラメント、あ、まあ前線のメンソールも置いてる、二次線、うん、マルコゲ、ホトブラスト、ギガ、ヌーブ、あ、ヌーブのブーストミントもあるじゃん。俺こればっか吸ってたわ、ヌーブ。ああ、これね、めっちゃね、なんか、これの強信者みたいな人が結構多いね、ここ。あのね、親指でプチって潰して、メンソールが倍増するみたいなやつ。へぇ。で、このシステムがめちゃくちゃウケて、それこそメビウスとか、ブラ、マルボロのメンソールとかも、その、ボールプチって潰すやつ入れるようになったんです。へえー、そう、先駆者なんや。そうそう、もう、潰すといえばこれやったのよ、クールブラスト。エンジニアがバージニア、ピアニッシモとフォルティッシモ、あ、ピーチモか、うん、あーすげえ、あー最高じゃないのこの顔。いや正直ね、うん、8割吸ったことある。すげえ。いや、吸い始めてからなんか全部の味知りたいなと思って、うわ、いいじゃん。1から順番に全部吸ったんだよね。この街でも吸えるよ、1から50個あるから。すごいな、ちょっと待って、星なってきたけどな、ちょっと待ってや、星なってきたな、ちょっと待ってな、一旦な、クールブーストと、うん、ヌーブブーストと、うん、やめる、うん、とあとハイライトの青い方ね、うん、を10ずつもらおうかな。ヌーブブラストと、ヤメルと、あとごめん、KTS やったっけ、 KTS と、あ、 JPS も寄せてた、 KTS とヤメルと、なんだったっけ、クールブースト、ヌーブブラスト、ヌーブの青い方と、あとなんだっけ、 KTS とやめると4個、あれもう1個あったよね、ハイライト、ハイライトか、メンソールじゃない方。すごいな、なんでこんな渋いラインナップまで揃えたんやろ。めちゃくちゃ店長の趣味。私はもう一個も知らんかったけど、で昨日採用されたんだけど覚えた。昨日なんだ。そう、その昨日なんだ、すごいな。パッケージと銘柄と、何、誰向けかとか、あと、値段と、とか全部、昨日覚えた。気合で。めっちゃ大変だった。何も知らんから。正社員？なった、昨日、うん。うん。まあ、もし川上さんに会うことあったら、ヤメルのモデルで爆笑してた件と、タバコ8割ぐらいし、あ、当ててたって言うといてあげて。うん。店長に電話してみようか。めっちゃ空いた。メカニックにも名前なかったけど、いるかな。電話しみよう。すみません、もしもし。もしもし、ギャルミです。ドンキ川上、はい。忙しい、今。今ね、ヨネさんに捕まってて。ああ、忙しいか。服部ページっていう人がね、なんかヤメルでね、なんか大興奮してて。服部刑事さんがヤメルで大興奮。服部ページだね、ページ。ページ。ページさんっていう人が。あ、ページさん。
うん、大興奮してて、銘柄もね、8割9割方全部当ててた人いたから。あ、本当ですか。うん、話し合いそうだなと思って。ああ、今いるっすか店に。うん、いるよ。あ、ちょっとだけ、もうちょっとあのリップだけ終わったらちょっと行くんで、ちょっとだけ待ってください。オッケー、じゃあ店で待っとくわ。はーい、ありがとうございます。もうすぐ来るって。来るんだ。忙しいって言ってたのに、うん、忙しいそうで断りそうだったけど、それを聞いて来たかってた。うん、これどれだろう、やめる話なのか。多分やめるだと思うよ。やめるかな。うん、どう話すべきだろうな。今軽く魂寄りで喋ってるけど。うん、まあ魂攻めされてるからな。それも。まあこれはそうだよな。これに反応する人はそういうことだもん。うん、攻撃を受けただけだからね、ページは。いやー。なんか見たことあるなと思って。それ気づけるのもすごい。その知ってても気づけないから、まず。いやー、ちょっと楽しみやね。うん、いいね。どうしよう。あ、お客さんやわ。あ、なんと、あ、大丈夫、終わってるんで、どうぞ。お客さんはタバコ買う？初めてなんですけど。お、初めまして。なんかタバコ詳しい？いや、あんまり。そんなに、まあちょっと、ちょっとか。メニューがないのよな、このお店。そう、まあ、一応ね、ツイックスには書いてんだけど。さっきこうた。まあこれを見てわかるかどうかが、これかな。灰皿に心の目。ああ。なんだこのクオリティの高さは。おお。結構わかる感じだね。よろしい。あ、どんどんかすごくなってる。あ、どうもどうも。店長です。どうも。店長の川上です。うん、あ、店長さん。あ、くまくん、久しぶりだ。どうも。タバコ買いに来た。ちょっとなんか、めっちゃ噂になってたんで、見に来たんですね。噂になってた。なんか、あそこタバコ屋できたらしいよ、つって。うん、そう。え、ペイジさん、なんかタバコに明るいって。あ、そうですね。ちょっとタバコを吸い始めてから全種類やりたい。何か準備しとくよ。魂では全種類大体吸ってるんですよ。キセル10。魂で全種類吸ってる？あのね、昔箱集めてて、で全部の味が出てる。ああ、箱集めてね、部屋の壁とかに貼るやつだ。そう。ああ、はいはいはい。最初はキャスターマイルドとフロンティアから入って、ケンとフィリップ・モリスを経由して。順番まで覚えてる。でも最初の本だけですよね、覚えてんの。いや、でもね、結局自分の中でハマったタバコがここに3種類あったんで、それは全部貸してもらいました。おー、ちなみに何すか？ありがとうございます。お店で言うところの ATS と、はいはいはい。ハイライトと。ノーマルハイライト。ノーマルハイライト。まあ、これは、ありがとうございます。知り合いのモーリスさんが吸ってるんで。知り合いのモーリーのっちゃんがね。はい。はい、すげえな、このクオリティ。ヌーブブラスト。うん。ね、ああ、はいはいはい、ヌーブラスト。サンプルに置いてないのもね。まだいろいろあるから。はいはい。結構俺と違うタイプのやつ、ね。うちのうち100種類ぐらいになるんだって。何好きなんですか？ 100 種類、うん、俺はカラークから入って、マイセンライト、オリジナル、そのままオリジナル行って、はいはい、で、マルボロラッキーって経由して、最終的にセブンスターに落ち着きましたね。なるほど、はい。まあでも僕今はもうプルーム X のキャメルのメンソール言ってますけど、あのね、全く一緒のもん吸ってます。プルーム X のキャメルのメンソールです。すごい盛り上がってる。あ、そうですね。あ、全く同じだ、はい、連絡先ちょうだい。初めまして。今メビウスも値段一緒だったじゃないですか。はい、だけど会ったことはあります。メビウスの方ちょっと喉に引っかかるんですよね。ああ、引っかかる。電子系はね、多いっすよね。引っかかる、喉に引っかかる。ちょっとギャルミです。ここで働いてます。船です。俺もね、マジでそう。行き着く先一緒だ。ゴール一緒なんだ。なんか、嬉しいな。ギャルミさん、嬉しいっすね。あと、ヤベルのモデルなんですけど。もうちょっとこっち話すね。ええー。ギャルミさん、タバコ。タバコね、私、全然、もうそこら辺にのゴミ箱にある試験目。何ですか？あれ一応ね、タイム吸ったことなかったから、昨日採用されたんだけど、はい、もう半日で頑張って全部覚えた。え、覚えたんすか？銘柄と元ネタと値段と、タバコの種類とか全く知らんかったんやけど、全部覚えた。大変
ですよね、覚えるの。うん、マジ大変だった。友達なので。私に自己紹介するね。友達私の名前はキャバミン様、キャルミ。友達にギャルミ生まれて23年ギャル一筋。初めてのウブ声はマゲ。初めて加えたおしゃぶりはディオール。ヘルプミー、テルミー、ギャルミ。マジよろみさわまあ確かに俺がやった人もあれだな、なんかこう喋りかけた時にほいさあのモデルになってくれませんかって言った時にあーって言いながら、まあ、頭ポリポリとしてましたね。マジですか、生まれてウフ声、うん、あげーあげーって生まれた吐きがちですよね。天才だ、うん、マジギャルな先生だよ。よかったです。ずっとギャル、名前もギャル。すごいな、よくわかりましたね。元キャバ嬢だよ。キャバクラのキャバの、キャバミザワのキャバはキャバクラのキャバ。あ、なるほど、そうなんですよ。なんかこの街もあるんですか、そういうとこ。あ、ストリップバーあるけど、まああんまりなんか結構みんな明るげなバーって感じだね、ここは。あれか、間違い探しやつとか。そうそうそう、ここからめっちゃ近いとこやね。まあ、ピンヒールのマークのところやね。これか、南のところにね、高速挟んでピーって書いてあるところの横だね。このお店はもうどれぐらいいるんですか、店員さんは。足だけかな。そうなんですか。とこ、まあ、一応バイトは一人いるっぽいけど、多分ちゃんと雇われたのは足が昨日で初めてで、基本店長一人で回したっぽいから足が昨日は今日は足が上げてる感じかな。あ、マジか。店長やりたいこと多いらしくて。確かに忙しそうっすよね。何言ってるか分かんないかもしれないけどさ、なんかすごいモンスター級じゃん。なんか、まあ、バイタリティがモンスター級じゃん。モンスター級っすね。うん。あの人がね、ここに座って、はぁ、はぁってなってた。忙しすぎて初めて見た、うん、それを見かねてちょっと力になりたいなっていうのもあって一時期配りすぎてね、だいぶ売れかけてました、うん、確かにそう、なかなか、なかなか見ないですね、そんな仕事ね。だよね、32とか36とか何の数字かは分かんないかもしれないけど、やってる中 8か10ぐらいでそうなってたから、すごい大変なんだろうなと思って。すいません、申し遅れました。俺は西の、うん、そうですよね、マックス12層ね、うん、服部ページや順番逆だ。なんかしてんの、食とかついてんの。逆だ、やってるの。一応あれっすね、高級車ディーラーだけは、どこ、エデン、エデンっすね。ああ、エデン入ったんだ、いいね。エデンとあと警察とこの、あれ体験今日で最終日で。ああ、今日なんだ。そうなんですよ。あとは PY ですかね、メカニックのいいね、いろいろ体験してみるといいよ。一通り全部やってもいいかもと思う、個人的には。まあ、結構その、うん、公務員以外は割とやったかなっていう。あ、そうなんや。感じですね。うんうんうん。小峠どうですかね、やってんの、ストリップバーとか。ああ。ありがとうございます。またお願いします。はい、待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。結構やってんだね。まあじゃあそんぐらいだったらいい気するけどね。あ、まあかなり店長話終わった。話す？